谷口博之谷口博之は神奈川県出身の元プロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー、ディフェンダー、元日本代表。妻は CM モデル、女優の松木里奈。神奈川県横須賀市出身。友人の影響でサッカーを始め、小学生の時に地元のサッカー少年団、カモイ SC に入団。中学時代を、 横浜 F マリノスジュニアユース追い浜、高校時代を横浜 F マリノスユースで過ごす。当時はキャプテンも務めていたが、トップチームへの昇格には至らず、事前にオファーを受けていた当時、J2 の川崎フロンターレに入団した。もともとは攻撃的な選手だったが入団1年目の2004年は、ディフェンダーとしてシーズン半ばから起用され、11月23日のバンフォーレ甲府戦にて、 ヘディングで初得点を挙げる。2005年シーズン序盤にボランチとして抜擢され、そのままレギュラーに定着し25試合に出場。2006年は攻撃面で才能を開花させ、チーム3位の13得点を記録。チームはリーグ戦を2位で終え、谷口は優秀選手賞に輝き、中村健吾と共に川崎初の J リーグベスト11に選ばれた。また、 ナビスコカップでも優れたプレーを見せ、ニューヒーロー賞を受賞した。2006年6月に行われた、トゥーロン国際大会の U-21 日本代表メンバーに選出され、試合に出場。同年11月のドーハアジア大会、対 U-23 パキスタン代表戦では2ゴールを挙げた。2008年には、北京オリンピック日本代表に選出。 年末にはアジア杯予選第1戦イエメン戦に向け A 代表に初招集された。川崎では2009年までボランチのポジションを確保していたが、2010年は稲本純一の加入や横山とモノブの対等により出場機会が減少。出場機会を求めて移籍を志願し、2011年にユース時代のフルスとなる横浜 F マリノスに完全移籍。主に 小倉翔平とダブルボランチを形成し、出場停止を除くリーグ戦33試合に先発出場した。2012年、キリンチャレンジカップアイスランド戦に向けた日本、代表合宿で、近縁映画阿部勇樹が、不傷離脱したため、追加招集を受けて3年ぶりに代表に復帰。しかし、チームでは、富澤聖太郎と中町康介の加入や、 樋口康や監督が攻撃の切り札として起用するようになったこともあり、先発出場が4試合と激減。紅白戦でも本職であるボランチではなく、FW やトップ下を務める機会が増えていった。2013年、出場機会を求め、柏レイソルへ完全一席。しかし、同じボランチに、大谷秀和、栗沢良一、マムタ妖精らがいたことや、 自身の負傷による離脱もあり、公式戦出場は13試合に止まった。2014年、サガン都成期限付き遺跡。シーズン序盤は、ボランチとして、先発出場し、開幕戦ではゴールも上げるが、第6節以後は、試合終盤の守備がため時でのセンターバックもしくは、アンカーとして、もしくは攻撃的布陣を敷く場合ににトップの一角として、 途中投入される機会が多く見られた。2015年にトスに完全一席。2015年9月19日の J1 リーグセカンドステージ第11節サンフレッチェ広島戦で史上81人目となる J1 通算300試合出場を2019年3月2日 2019J1 リーグ第2節ビッセル神戸戦で史上55人目となる。 J1 通算350試合出場を達成。2019年12月7日、現役引退を表明。2020年よりサガントスの強化部に入社。ありがとうございます。